はい、ジプロジェクトへようこそ、ちさんです。ファイナルファンタジー7続きやっていきます。こっちから来たから、さあめちゃくちゃ上上がってきてるね。音が、BGM が変わった。クラウド、店やろうぜ。うん、やろう。クラウドも手伝ってくれる？安くないぞ。ないぞ。ああもういいなあ。この遠くもなく近くもないみたいな、この関係性がいいね。セブン音楽ほんといいなあ。全部ミュージックディスクで欲しいわ。いる。走れ走れって、なんでこの絶対絶命都市みたいな。あー、シーナのボックスめっちゃいっぱいある。あ、追いかけっこはおしまいか。待ってました。物理なのかな。やり過ごすぞ。頑張るぞ。俺が出てる。いや、しんどいか。あー、神羅の兵器開発部門が改造した高速飛行兵器、巨大な砲身からグレネード弾や状態異常弾を放す。やめてください。近接物理、雷、風属性、ある程度バーストゲージが溜まりやすいか。物理、こいつもうちょっとこっち来てほしいな。こいつは大丈夫だろ。そんなことでもなさそう。クラウド飛んでください。飛ばない。あ、うーん、降りてこいや。あいつファイヤーじゃなかったな。このままでは。頼られちゃうな。どうしよう。眠らないよね、絶対。大したことはねえ。
大丈夫かお前ら、そんなとこ行っちゃって。あっ、お前らすごいな。あのワイヤーの精度本当に褒めた方がいいよ。とにかく3台打ち込んでくれ。私実況できてない全然。おっしゃバースト。こういう人。マレットくん。マレットくん何しようね。ホイラしよっか。ミフィヒットできねー。なんかヘイストいっぱいかけてるのをテン思い出すわ。テンめっちゃヘイストかけたな。なんか出てきた。なになに、おもり、おもり出てきた。はい、魔法モードだ。なにこれ。なんだこれ、なんか追かけてくるんですけど。なになに、何の柱これ、危ない。おいおい、マジかよ。車線に注意して。ガスだね。え、魔法と、はい、魔法モードだから今体勢が変わってるはず。気負いすぎる。あ、行くよ。力を見せた。よろしくね。うん、なんか、うわー、なんだこれ。ちょっと待って、全然見てなかった。行けんだろ。で、バレットに、あっ、死にたかった。あ、戻った戻った。久しぶりにする。3秒後クイロ。こいつに3秒とかにか。サモ、サモナーちゃうわ。サモン呼ぶあれもないな。マヒナバングだ。やったぜ、これが俺らの実力よ。なんで近寄っていくんだ。爆発するんじゃないのこれ。しまった。あ、あ、こういう感じで積まれてんだ。ああ、キバ。え、でもこれバレット。大丈夫か。バレット。すげえな。やっぱワイヤーの精度褒めた方がいいよ本当に。
でけえの釣れたわ。一つ減っちゃったんじゃないの。やっぱ左手ってしんどいよな。スリル満点だったな。うん、起点がすごいね君たち。もう一息。こっからだな。準備運動は終わりだ。もう敵本拠地かな。プレジデントとか出てくるんじゃないですか。これあれやん、あのゲーム起動した時に出てくる画面やん。さっきのあ、大丈夫かな、どこ来ちゃって。どうやって入るのか知らないけど。よし止まれ。大歓迎じゃねえか。こうして見ると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ？裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。駐車場の入り口。リアリティ。新中は完全に警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだ。アバランチの本体、あるいはウータイ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。ウータイ休戦中なんだ。そんなんあるんだ。綺麗だけどな、こういう関節照明。本物の恐怖ってやつを教えてやる。俺たちの目的はエアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回れ。待ってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。ボムだって我慢する。ボムと一緒にされちゃったよ。あ、これ死んだ。死んだボックスじゃなかった。なんかある。不用心だな、こんなところに置いていっちゃって。ハイポーション。あ、ベンチある。ここでみんな休むのかな。さすがに音楽売ってないのか。エンジョイドリンクって書いてるわ。なんもない。回復もしなくていいね、まだ。ん？これだけ？こっちが正規ルートか。車通ってますよ。あれってシンラの車だよね。飛び乗るぞ。え、嘘。飛び乗ったら衝撃で気づくんじゃないの。そういうもんなの、トラックって。気づかないもんなの、上って。気づか
ないもんなんだ。これでもここで見つかるじゃんね。あ、中入るのかな。さすがに中入るか。入ってないぞこいつら。外はどうだった。なんで気づかない。クラウドなんて特に気づきそうなもんだけど。あ、やるのか。そっちは異常なし。問題ない。え、問題ないのかよ。問題しかないよお前ら。よし行っていいぞ。黙っててなんとかなるもんじゃないだろこれ。おっとなんだ貴様ら何やってんだもういらん手間を鼻はいらん手間をかけやがってか。ポーションなんて使ったって苦しみが続くだけだよ。おとなしくやれるときだって。あ、どうもしない、どうもしないったら。うまく立ち回れと言ったはずだ。不器用なもんだよ。そこから暴れる気だったと。はて記憶に。クラウドが止めにかかってんのはまたおもろいな。よいしょ。終わりだ。ここまで。俺好みの展開になってきたな。先ほどそこ。どう。通用口の奥に。どうなってる。本部と連絡が取れないらしい。侵入者の仕業か。いや何もしないんだけど。右はさせない。何だ。何もしてないのにそっちのシステムの脆弱性をこっちのせいにされちゃたまったもんじゃないよ。仕切り直しだ。ビビタル回数だなこっちは。かわいそうに。あんまり物資もらえてないのかな。もうバチバチに見つかってるじゃん。まあ、それじゃあスタートだ。暑いだ。君にはもうちょっと暑いのを見ようか。バレット数万キャルドくれ。分からん。真空波とかいうのを食らっている。普通にファイヤーぐらいなら使わない方がいいのかな。ガンガン進むぜ。突っ走りすぎるのよ。なんかジグザグ。全力で行け。おー、びっしょ。とかだったらさ、ファイヤーでここ借りるんだ。うわっ、ワンちゃん飛んできてビビった。バレットティファの回復してやってくれ。忘れてた。
おい、神羅のボックスある。ボックスっていうかもう宝箱がある。何これ、大丈夫？危なくない？ワンちゃん遊びにして。燃え上がれ、追い打ちだ。終わらせる。もう終盤ですけどね、だいぶ多分。駐車場どこ？あ、駐車場も突破し、ここ駐車場なのこれ。遠慮はいらない。あー、鎮圧兵出てきましたね。待って、サードがいる。サンタラ必中だ。あ、嘘、やられた。こんな時まで黙ってんな。しんどいやんけ。こっちか。自動ドアあった。入れない。なんか絶対監視塔みたいなとこなのに。エスカレーターある。なんか文明の利器が。あ、もうなんかこれあれっぽいな。逆走とかできるんだ。あ、逆走できねえんだ。こっちはいけんだ。この絵面おもろくない？戦いに来た人間たちがエスカレーター真面目に乗ってるっていう。あ、ちゃんと止まるんだ。あ、でもなんか、うん、シーラーですね。お邪魔してるよ。駐車場あれなんだね。そのまま直通でエントランス行けんのすげえな。誰もいねえな。ケビンカバカバじゃない。ああ、エアリスの居場所見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。多分かよ。確認しようか。受付でわかるかな。受付受付しよう。綺麗な建物。はっ、ムカつくぜ。入れないよ。ピカピカの壁、いつか粉々にしてやる。明日以降で頼む。明日以降。なんか魔法の障壁がすごいなあ。こういうところで働いてるんだ、シーナーのあの人たち。どうしたらいいのこれ。封鎖されてる。触らない方がいいよね。くそ、生意気な。とにかく上へ向かおう。で、どうやって上がる。この先に
エレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあるんだろ。エレベーターに一票。許可されたカードキーが必要。わあ、すげえバイクこれ。あれか、あの兄ちゃん、そういや1回しか出てない。1回ってか、2回、3回、3回目なかったな。ちょっとしか出てないけど、あれ、あのキャラクターはあれで終わりなの。あのソルジャーのバイカーのお兄ちゃん。カードキーがいるんだけどな。ああ、どこもカードキーがいる。シンガの職人、職人じゃねえわ、職員いないの。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。あ、受付か。ああ、だがどうする。上から行けないかな。なんか上穴開いてたな今。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。まためちゃくちゃなこと言ってるね。無理だろう。クラウドさんならいけるよ多分。私がやってみる。ええー。この中なら私が一番身軽でしょ。まあまあ確かに。二人は見張りをお願い。ああ。頑張るね。頑張ろうか。じゃあ行ってくるね。行きます。気をつけろよ。任せ。怖い。いけるか。この照明よく落ちないな、人のって。これ右か左か行かないといけないな。じゃあ右。あ、移りますぐ。大丈夫か。心配な仕方が。親鳥。どうしたらいいの。え、これ普通に私が失敗したっていうオチ。あ、これか。んだ、ビビらせやがってよ。もうなんか人間が通るところじゃないとこだからわかんない。腕力勝負やってみるしかない。言う前からやってたよ、あなた。すげえな、ティファ。これはクラウドさんも見直すわ。あの人たち何やってるんだろう、今。雑談してるのかな。ん？頑張ろ。なんやこの前向きなオナゴ。けなげやね。頑張れ。結構力強いヒロインだな。まあ、いやでも戦うヒロインは FF 全然あれだからな、珍しくないからな。あと少し。仕上げのジャンプ見ててね。危ない危ない、怖い怖い怖い、びくしょ。よし、なんか今助走つけたら、助走と言っていいのかわからないけど走ってないから。こ
これ届くか。なんかあれ紐でさ、ちょっとターザンしないといけないんじゃないの。そうだよね。ようやる。よく頑張った。やったじゃないか。あ、でどうやって出んの？これでセキュリティを解除できるかも。あ、そういうことか。え？うまくいったな。ん？何もしてないけど。まあいいじゃねえか。これバレたんじゃないの？いるのが。研究施設が何階にあるか調べらんねえか。ちょっと待ってね。あった。北条博士の研究施設。北条って名前漢字なのすごいな。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。うん、70階の59階。結構上だな。思ったより上だったな。え、何この人たち、もしかして階段で59階まで行こうとしてる。エレベーター使うのね、よかった。もうガクガク。え、待って。え、うーん、でもさ、エレベーター行っちゃうとさ、そのままギューンでしょ。非常階段行こうよ。ここはさ、やっぱね、面倒な方みんなしないでしょ。面倒な方で行こう。じゃあこれで何もなかったらどうしよう。マジかよ。何？ああ、正面突破よりも人目につかない。そりゃそうかもしんねえけどよ。大丈夫だよ、なんかいいことあるよ。ゆっくり行こうじゃん。いや、59階まで階段しんどいな。たった59階だ。もうたったとか言ってるぞ、ね、こいつ。おい、そうだねとか賛同するやついるぞ。煽るなよ。はい、ということで今回こちらで終わりにしたいと思います。顔怖。ありがとうございました。ちさんでした。